ゴージャスじゃない？超イケてます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そんなに喜んでもらえると照れちゃうな。おはよう。ああ、その説はどうも。ああ、どうも。何、知り合いだったの？ええ、先日息子を見つけ出してくださって。今日はどうして？이거봐요근사하죠この人プロの印刷屋、チラシのコバちゃんつってね、明日の開店に間に合わせるように急ピッチでやってくれたのね。しかもさ、8万もかかるところをたったの2万だよ。なかなかできることじゃないよ。いえ、なんだかね、妹さんのために頑張ってるお姉さん見てたら一言とは思えなくて。それにほら、勝手にうちの宣伝載せてもらいましたしね。何よりあんなに喜んでもらえると職人冥利に尽きるってもんですよ。あ、お茶どうぞ。どうぞ。仕事あるから明日はまた。明日待ってます。よった、バイバイ。バイバイ。それじゃ、はい、歌って。明日浜辺をさあ回る。아빠같아양지처럼따뜻한분이셔。이희또말은안통해도그래도알수가있어지 꼭오세요。絶対来てねって。約束。指切り幻漫だよ。도장よろしくお願いします。よろしくお願いします。괜찮아괜찮아반바로반바로야히트ください。저객관으로가도그런데요미신만은믿으나요참해야마스러요야사이전부使ってるからね。まずいわけないよ。よろしく。よろしくお願いします。
探知されるのを逆手にとって罠を仕掛けたってわけだ。孫を遠ざけられるのはほんの 1,2 分、8割程度しか保存できませんでした。いや、このデータは貴重だ。構成員名簿、関連企業、この中に必ず偽札作りのノウハウを持った奴がいるはずだ。特殊技能、なんだこれは。あ、電話番号、逆から書いてあるんですよ。このアルファベットは名前の頭文字。どうした。いや、それにほら、勝手にうちの宣伝載せてもらいましたし、ね、載せてもらいましたしね。お客さん、小林印刷は2003年の6月に突然売上が倍増、その後も急激に売上を伸ばしています。現在の取引先は全て真空のダミー企業と判明。でもまさかこんな小さな印刷屋が偽札作りの技術までは。造幣局に問い合わせたところ、20年ほど前に一度小林は造幣局の誘いを断っています。腕は確かめます。証拠隠滅の恐れもある。至急逮捕に向かう。はい。あんなに喜んでもらえると職人冥利に尽きるってもんですよ。いごぱよ、근사하죠。全員持ち場に着きました。はい。逮捕は待ってください。彼が組織に食われるような人にはどうしても思えない。この目で確かめたいんです。必要ない。奴が真空の一員であることは確かだ。5分でいいんです。話をさせてください。ダメだ。これは俺が手に入れた情報だ。たったの5分、時間をもらう権利はあるはずだ。伊崎さん、5分待って。